100キロいくぞ。止まんないな、止まんないな、僕止まる気がしない。はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はトリプルプレイね、買いました。2800ポイントしたね、トリプルプレイ買いました。で、何がついてるかっていうと、このなんかハンマーと、これはマーク2の重複なしと、まあ10個のパッケージとなんかティアラ10ですね。で、そのマーク2の重複なしを引いて手に入れたのがこちらです。カップ45マーク2。いやもう本当にうんこ。そしてもう一個、手に入れたのがまあコルダイトのマーク2なんですけど、まあ今日ねこれ使ってもいいんですけど、正直ここ最近もうコルダイトの動画ばっかりだったんですよね。もう2個ぐらい出してるかな。なので正直視聴者さん的にもコルダイトいいやって感じでしょうし、僕的にももうコルダイトも使いたくないのであんまり。そして、今日ね使っていく武器は、こちらの ABR ちゃんを使っていこうかなと思います。強化が入りましたね。で、強化内容を見てみると、ADS 速度がアップ、弾数が30発から36発にアップで、4発射程が32メートルから38メートルに。まあ、かなり強化は入った方かな。ちょこちょこ入ってきてるんで。まあ、ADS 速度がね、かなり遅いのが気になってたんで、まあ、それは嬉しいかなと思ってます。はい、というわけで、新モードの、ベアボーンか。ベアボーンやろうとしたんですけど、モッドがね、使えなかったので、今日は、普通のハードポイントやろうと思います。あ、マイクこの辺で大丈夫かな？やっぱり ABR はモッドをつけてね、ソードフィッシュと差別化するのがいいと思います。個人的に。おしっぱでね、いいんで。あ、ちょっと顔周りがなんか痒いぞ。まずは外周を見てあげる。外周やって、OK。あと中だけだね。でもちょっと弾がないんで、リロードさせていただくぞ。で、もう、ここ、顔出しちゃおう。頭足を打ち抜きたいけど、正面入ってきたか。ちょっと当てて、これ一旦出てパンチ。で、ちょっと裏行こう。弾がないな。リロードしとこう、とりあえず。センター一枚。さあ、ここで赤点出したことによって、結構敵が来るはず。そこやっちゃおう。いやー、今の勝てへんかったか。おい、ちょっと、今日喉が調子悪い。うん。来るかな？ちょっとここで1キル2キルぐらい取っときたいね。敵は前っぽから流れてくるはずなんで、と思ったけど、なんかいるぞ、そこ。で、そこの細道に、これが、おしっぱでいい強み。で、壊して、これ登ってくるね。これ、角待ちします。なんか来た。で、これ、ハンドガンに切り替えて、味方のカバーしてあげて、で、ここ思いっきりちょっと飛び出して、UAV 出して、後ろ来てる！あー！ストライクチームを逃していく。ではまあ、キルペース、いい感じです。いい感じですよ。これ外周大丈夫か？外周大丈夫だ。あと正面だけなので、倒していく。で、外周1枚来てますね。これが、UAV の強み。正面だけカットしていく。よし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 。オッケー。マジね、絶対モッドつけた方がいいっすよ。本当に、これは。本当僕を信じてほしい。ABR はモッドをつけるべし。やり逃したか。ショルダリングで見て。見えなかったけど、ちょっと。危ね、よかったね、今の。ちょっと不利だな、位置が。厳しいね。どうしよっかな。味方もリスポーン遠いんだよね。誰も倒せない。そこもいるから。どうしよう。進撃の SMG 落ちてたけど。ちょっと詰めて。ナイスカバー！味方のおかげ、今のは。さあ、でも敵リスポーンね、近いからね。ガンガン来るぞ、これ。外周はいなかった。ここ登って、1枚倒して1回ここに逃げよっか。外に逃げればスナイパーヘリがあるんで。うわ、何それ。どんな立ち回りしてくんの、敵さん。
いやー、それ予想外、普通あんな、ちょっとあんな動きしないもん。それも作戦のうちか。あー、あかん！ナイスカバー？やべ、センター来てる。ここで屈伸打ち！なんか、すっごい置き逃げしてったんだけど、なんだあいつ。よし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 。そこ出てくると思う。いやー、狭いマップのバースト銃、なかなか辛いものがある。いやー、来たよね。うー、結構厳しいね。さあ30秒切ってるけど、前っぽちょっと止めよう。数十秒でも止められれば OKOKOK。 ここで屈伸打ち、今の動きっすね。モッドをつけてれば、オペレーターモッドねつけてれば、今みたいに押しっぱで屈伸打ちができる。BO 法最強の打ち方ですかね、これが。OK。で、大回りでリスポーンを取りに行こう。ハープ2番目の方。さあ、こっち湧いてないということは、敵は永遠に固まってるから、予想的に。ここいそうだよね、この辺。窓注意だね、窓。窓はいない。センターやっちゃう、先に。で、倒して、こっちはいないから UAV 出して、ポイント行きたいね。めちゃくちゃやっぱり固まってる。1枚倒して。もう一枚そこ出てくるか？出てくるな。いや、センターに逃げてった。ちょっと弾がないんで。で、スナイパーヘリゲット。スナイパーヘリもう出しちゃおう。で、外周行った。倒していく。ちょっと当てて。なんかうろちょろしてるよ、この辺。体力200に上げて、ストライクチームゲット。やべ、これは。生きてるの不思議だ。あー、弾がない。まあ、とりあえずストライクチーム出せたんで、さあ、こっから逆転だ。逆転するぞ。ナイス。エリア入りつつ、よいしょ。これリスポーン変わっちゃったかもね。後ろ湧いてくるかも。で、敵のアナイアレーター、角待ちしてればバレないかな。あ、なんか目が痒くなってきた、花粉症で。そこにいるんすよね、アナイアレーターちゃんが。バレちゃったね、これで。アナイはもうないかな、敵さん。さすがに。パンチ！オッケー。これはストライクチームだね。いいぞ。ちょっとエリア任せてポイント前押ししよっか。ナイス！いい感じよ。さあ、タックディプロイ、多分次っぽに耐えたと思うんだよね。なので、ちょっとフルオート系に変えて、あそこは抜けないか。あれ、ちょっともう待たれてるね。ちょっとフルオート系に変えて、一回ストライクチームと一緒に行こうか。オッケーオッケーオッケー。エリアに行ってもらおう。とりあえず、この人たちには。なるほど。うわぁ、マジか。うわぁ、惜しかったなぁ、今の。ストリーク逃しちゃったなぁ。おぉ！どうなってるこれ。まあでも、ポイント追いついてきたから、なんとかなんとか。うわぁ、ちょっと左目めっちゃ痒い。なんだろう。そこのカバーできるかなぁ。一応グリップつけてんだけど、この武器ね、やっぱりソードフィッシュと比べてブレが目立つ気がする。この1回当たりそうじゃない？いましたね、今。こいつ倒して、で、敵が今タックリプライ落としたんで、こっちから来る。 OK。 これは上から降ってくるかな。預言者グリード、あー、今日はコメント欄に預言者グリードって書かれる気がする。って言っておくと誰か書いてくれる。というコメント稼ぎ。ABR パワー！ちょっと弾が少ない！リロードの遅さが、こいつの武器、この武器の弱点。そこ来ますよ。預言者。来るよ。来なかった。さあ、UAV で位置はバレている。オッケー、もう一枚上だね。普通なら打ち合っちゃ
いけない場面だけど、今日は強気に行ってしまおう。なんか置いてあるね。さあ、ポイントに、なんか、危ねえ。スナイパーヘリ出た。センター買ってやったね。うおー、買っていく。ちょっと待って。リロードして。ストライクシーンは絶対繋げたい、ここ。味方にポイント任せて、こっち敵来そうだな。うん。左目めっちゃかゆい。絶対こっち来ると思うんだけど。あれ？いないか。いた。ナイス！ストライクシーンゲッチュ。買っていく。いいよー。いい感じよー。今日も。乗ってきたよ。ちょっとこっから喋りもブーストかけていこうか。こっち来ますね。あ、流れたか？いや、ここでショルダリングして、位置を見る。センター流れてる。なんかビリビリ来たー！おー！生き残ってるんだけど！最高だな、おい。あとポイントだけ。早めにそこやって、すぐこっち来るよ。若干決め打ち気味で。で、エリアにはここあえて入らず、リスポンを取る動きしよう。あ、でもタックリップで出されてんな。スナイパーヘリ？スナイパーヘリ出したけど敵にもスナイパーがいるから、ちょっと無理しないで、ストライクチームで一緒に共に上がる。で、ここで体力200ぶち上げて、ストライクチームさらに出して、いいスライディングな、敵さん。これ100キル行くんじゃね？いや、ここ、行こう。100キル狙おう、ここまで来たら。これは狙うしかない。勝っていく。いや、ほんと強いな。これがモッドの力。敵のウォーマシーンいたんで、一旦引きます。で、さらに引きます。敵のリス、さすがに変わってると思うから、ここ勝っていく。ここも勝っていく。で、一回スライディングして、倒していく。で、ここスライディング打ち入る。ここもスライディング打ち。で、勝っていく。で、ここ、飛び出して、外周見る。外周いなかった。ってことは中だけ。そこも、味方やれるか？一回にいるぞ。俺が倒していく。さあ、ここ、ウィンドウ来る、ウィンドウ来る。ここ、パンチ？いや、ここ、死ぬ。死ぬ。酸欠になる。100キロいくぞ！止まんないな。止まんないな、僕。止まる気がしない。やばい！あかん！なんだこれ！なんか置いてあるんだけど。あと5キル？あと5キルか。まだだった。うわ！あと3キル！ちょっと待ってほしい！やばい！終わってしまう！終わっちゃうんだけど！あ、あいかん！あかん！そこにいる！そこにいる！え？あ、あ、おお、やった！やった！おお、うわ、やった !101! え、マジ？いやー、来たー！よかったー！はい、というわけでお疲れ様でした。今日は強化された ABR ですね。まあやっぱ個人的に、やっぱモッドはね、つけた方が使いやすいと思うので、ぜひ試してみてください。というわけで、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。というわけで、お疲れ様です。Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open